ボイド・ホルブルックはアメリカ合衆国ケンタッキー州出身の俳優、モデルである。バラエティ氏にて2012年に注目すべき10人の俳優の一人に選ばれた。1981年ケンタッキー州のプレストンバーグで父ドン・ホルブルックと母エレンの間にロバート・ボイド・ホルブルックとして生まれた。2001年にシアターで大工として働いている時に見出され。 モデルとして、エリートモデルズと契約した。その後も、グッチ、ジャンポール・ゴルティエ、ヒューゴ・ボス、ビル・ブラス、カルバン・クライン、モスキーノ、マーク・ジェイコブス、ディースキドニのようなブランド、デザイナーの下でモデルを務めた。モデルとして、ヨーロッパやアジアを回って働いた後で、ニューヨーク大学で学び、16ミリフィルムで NYUSCPS の資格証明書を受けた。また、 コロンビア大学でシナリオ制作と映画史について調高生として受講し、結果として5本のショートフィルムが残されている。俳優として演技をウィリアム・エスパースタジオで学び、2年間のマイズナープログラムを終了した後にアリソンのメガボルト、パーマネント目に出演した。また、2007年にガスバン、サント監督にシナリオを送ったのがきっかけで映画、ミルクに、 デントン・スミス役での出演が決定した。本名のロバート・ボイド・ホルブルック名義での出演であった。m o d e l m a e x c o m のウェブで短い歌のシリーズをジェイミー・ストレイちゃんのイラストを添えて発表した。またデイビッド・アームストロングと組んだ写真家でもあり、2008年にニューヨークのレアギャラリー・イン・チェルシーにイスカリオテで出展した彫刻家でもある。 2011年から本格的に俳優業に進出し、2013年にアンドルー・ニコル監督のザ・ホスト・美しき侵略者とスティーブン・ソーダーバーグ監督のテレビ映画恋するリベラーチェに、2014年にはデイビッド・フィンチャー監督のゴーン・ガールに、2015年にはジャウ・マコレット・セラ監督のラン・オール・ナイトに出演した。2015年からのネットフリックス配信シリーズ、 ナルコスでは実在した麻薬捜査官のスティーブ・マーフィーを演じた。2017年公開の映画ウルバリンのシリーズ新作ローガン、ローガンで仇役ドナルド・ピアースとしての出演が発表された。2018年公開のシェーン・ブラック監督作品でプレデターシリーズ最新作ザ・プレデターに出演した。2017年9月21日 ガールフレンドであるタティアナパジコビックとの間に第一子が誕生した。ありがとうございます。